1番1番浜木町 B&G 海洋センターから、参加しています和田智樹といいます。沖縄の太陽の恵みを浴びて一生懸命頑張ります。皆さんもアドバンストに行きましょう。玉造り海洋センターから来ました野原義則と言います。35日間頑張ります。失礼します。1番3番、岡山県岡山市竹部海洋センターから来ました与田です。与田慎一郎です。仕事をサボってすみません。研修頑張ってますんでよろしくお願いします。1番4番埼玉県栗橋町 B&G 海洋センターから来ました、西田です。先輩の川島インストラクターに、人間性に欠陥があると言われてきましたので、人間性を磨いて帰りたいと思います。1番5番与論町 B&G 海洋センターの池田剛です。一生懸命頑張って、自分自身をチャレンジ。1番6番、滝川市 B&G 海洋センターから来ました鈴木博之です。35日間頑張ってこんがり焼けていきたいと思います。1番7班、江那市明智町、B&G 海洋センター市川幸太です。朝が弱いので、この研修で克服できたらいいかなと思います。よろしくお願いします。1班8番美浜町 B&G 海洋センター森下秀樹です。立派に資格取って帰ります。頑張ります。1班9番山形県船形町 B&G 海洋センターからやってまいりました佐藤優です。試験に無事合格し胸を張って地元に帰れるよう頑張ります。よろしくお願いします。1班10番北海道室蘭市 B&G 海洋センターから来ました松永咲です。学んだことを地域にフィードバックできるように頑張ります。1班11番南山町 B&G 海洋センターの奥平大輔です。絶対アドバンスの資格を取って帰ります。お願いします。1班12番、鹿児島県南大隅町佐田 B&G 海洋センターから来ました黒瀬健太です。かけがえのない仲間をたくさん作りたいです。頑張ります。2班1番浜田市三菱町 B&G 長谷川美亭です。業務命令のように、痩せて帰りますのでよろしくお願いします。2班2番、若狭町三方海洋センター武田信之です。45人力を合わせて頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。2班3番愛別町海洋センターから来た小橋正幸です。こちらで、いっぱい勉強して帰ってから、子どもたちのいい指導員となれるように頑張ります。2班4番岐阜県八百津町海洋センターから来ました山田武久です。たくさんの、知識技術そして、仲間を作って、帰っていきたいと思います。よろしくお願いします。2班5番香川県三豊高瀬海洋センターから来ました山口です。35日間の研修でしっかり技術を身につけて帰りたいと思います。よろしくお願いします。2班6番、岩手県大津町 B&G 海洋センターから来ました平田豊です。必ず資格を取りまして、大津町のために頑張りたいと思います。2班7番岡山県浅口市鎌形 B&G 海洋センターより参りました栃井シリエと申します。今回の目標はたくさんの知識と技術と仲間を得て楽しく一生懸命頑張りたいと思います。どうぞよろしくお願いします。こんにちは。2班8番
ボーノス南札橋ボーノス B&G 海洋センターから来ました瀬戸上拓美と申します。沖縄暑いです。毎日でも気合入ってます。しっかりしっかり取って帰ってくるのでよろしくお願いします。よし頑張るぞ。つなぎ町2班9番つなぎ町 B&G 海洋センターから来ました、宮崎壮と言います。精一杯鍛えて帰ろうと思います。2班10番、静岡県掛川市大東から来ました杉田祐介です。一生懸命頑張ります。以上。2班11番、岡山県備前市吉永から来ました大森俊明と申します。35日間頑張ります。